始まました。吉田隼人ジョキです。おめでとうございます。ありがとうございます今日はコースタートからいつもよりも前に着く形になりました。けれども、はい。どういった意識で騎乗されたんでしょう？そうですね。あのここ2000ちょっと馬があの競馬の競馬に対してイやイやしてたので、ゲートもあのゲートからの発進も良くなかったので、そこら辺あの旧車と先生と話しして。あのいいスタート切れたと思います。 ペースもかなり早い展開になりましたけれどもあの辺りの道中の展開はいかがでしたでしょうかそうですね、あまりついていかないようにと思いながらあの最後も前の馬は力馬ですからね、自分から負かしにいったんで強いい内容だったと思いますそして最後の直線は抜け出してから他の馬も追ってくる中でという展開になりましたけれどもあの辺ありの手応えはいかがでしたでしょうかそうですね、あのいつも姉妹、いち番いい足使ってくれる馬なんで。 最後はもう本当馬になんとか粘ってくれって思いながら追いました。そしてもうこれから大関賞に向けて期待が高まると思いますけれども、大関賞に向けて一言お願いします。すねまあ、ちょっと一,一つ前の壁をクリアしていった結果だったんで、あの馬のテンションと馬のそうですね体調とあと先生と相談しながらだと思います。はい、ありがとうございました。吉田隼人ジョッキーでした。おめでとうございました。ありがとうございました。